民主は年金案撤回せよ。衆議院予算委員会は2月22日、社会保障と税の一体改革に関する集中審議を行い、公明党から石井啓一政務調査会長が質問に立ちました。石井氏は民主党が掲げている最低保障年金の創設について、現行制度より多額の消費税が必要、多くの方の年金受給額が減る、また満額支給は制度開始から40年後のため当面の無年金・低年金対策には役立たないなどの問題点を指摘した上で、現実に本人負担が倍半分になって、倍半分でようやく同じ年金を受けられるっていう、この不公平感が払拭できないんじゃないんですかと。私はやっぱり民主党の年金改革案っていうのは、今言った問題点からしては実現性が乏しい。この際取り下げてはどうかというふうに考えますが、大手の新聞がですね、こぞって民主党の年金改革案の取り下げを主張してるんですよ。大手紙の論調がね、ここまで揃うのは珍しいことだと思いますよ。まあ、政府としてもですね、まあ、メンツにこだわらず与野党協議を進めるためにも、この際年金改革案を取り下げるべきではないかと思いますと野田首相に迫りました。議員歳費2割減を提案。公明党の山口那津男代表は2月21日午前、国会内で記者会見し、国会議員の歳費削減について、各党まだ意見が出揃っておりませんけれども、公明党からこの2割の削減、歳費の削減ということを当面目指す中で、最終的に恒久的な歳費の削減についての合意を目指すべきであると、このように考えますとの見解を表明しました。選挙制度協議会を継続へ。与野党は2月22日午前、国会内で幹事長書記局長会談を開き、衆院選挙制度改革について協議した結果、各党協議会での実務者協議を継続する方針を確認しました。井上幹事長は先に政府が閣議決定した社会保障と税の一体改革大綱に衆議院議員定数80削減を盛り込んだことについて、各党協議をしている最中に政府与党として決定することは極めて遺憾だ、協議会をないがしろにしていると述べました。これについて公明党の山口那津男代表は2月23日の中央幹事会で、行政府がこの立法府のテーマについてそもそも閣議で意思決定をするということ自体が憲法の三権分立の趣旨から大きく外れる越権行為でありますと厳しく指摘した上で、この選挙制度の改革と一票の格差是正と、そして制度改革の中での定数削減のあり方、これをしっかりと議論を早急に進めて早い合意を作り出すべきであると思いますと強調しました。人官含め 7.8% 削減へ。民主自民公明3党の政調会長は2月17日国会内で会談し、国家公務員の給与削減について合意しました。平均 0.23% の引き下げを求めた今年度人事院勧告を昨年4月に遡って実施した上で、2012年度から2年間は人官を含め平均 7.8% 引き下げ、削減によって生じる年間約2900億円は東日本大震災の復興財源に充てられます。公明郵政改革案を発表。公明党の石井啓一政務調査会長は2月22日午後、国会内で記者会見し、郵政事業の見直しをめぐる民主自民公明3党の実務者協議をもとに、公明党がまとめた郵政民営化法の改正案を発表しました。改正案では日本郵政グループの経営形態を
郵便局会社が郵便事業会社を吸収合併する形で日本郵便会社に改め、現在の5社体制から4社体制に再編するなどと規定。会見で石井氏は、ぜひこの3党の枠組みでですね、できる限り早く議員立法としてまとめるというふうにさせていただきたいというふうに思っておりますと述べ、今国会で早期の成立を目指す考えを示しました。